んだっけ、無料で iPhone のフォントを変えていく方法をちょっと教えようかなと思います。でまず必要なのが Cydia で A フォントってやつを入れてください。 A フォントってのはまあこれですね。リポジトリはどこだかちょっと覚えてなかったんですけど、 A フォント入ってるのどこだっけな。A フォントが入ってるのはね、なんか韓国人の方の確かレポだった気がするんですよね。まあいいや、それ後で調べよう。なんだこれ、最近調子悪いにいる。よし、まあいいや、それはどうでも。で、とりあえず入れるじゃないですか、A フォント。そしたら、Apple Store で、あれを入れてください。フォントマネージャーっていうアプリがあるんですよ、無料の。フォントマネージャー。そしたら、このアプリを入れてください。別に登録とか確かいらないかな。で、普通に、このアプリ入れたら何をするかというと、次はこう自分が適用したいフォントを探してもらいたいんですよ。で、なんだろうな、日本語。トゥータイプフォントって大丈夫なはず。なんか別に TTF って入れなくて、普通に自分の好きなフォント探して、そのフォントの TTF 形式のファイルを見つければいいんですけど、なんだろう。例えばフリーフォントとかなんかこう探してみて、手書き風日本語フォント、あんまりね、あんまり変なやつを選ぶともしかしたらバグるかもしれないんで、アンズ文字とか何これ、ダウンロードできないの。サイトはこっちだって、これリンク死んでるじゃん。リンク死んでる、リンク死んでるよ。なんでもいいんだ。例えばこれ開いて、開いて、まあどっか行くと多分大体ね、 ZIP ファイル入ってるから。ああ、これ有料じゃん、ダメですね。有料のはまあ有料なの。まあ、有料のフォントを使いたい人は、まあ、普通に有料のフォント買ってもらえばいいんですけど。KF 暇字なくない？ KF 暇字もググるか。KF 暇字。暇字。フォント。ダウンロードどこかな？あった。広告ですね。消します。で、そしたら、ダウンロードが上がると、だいたいこのその他ってのと、フォントマネージャーで開くっての、まあ、ここはね、直近で自分が ZIP ファイル開いたアプリが出てくるんで、まあ、で、ここにフォントマネージャーが出てこなかったら、その他って選んで、ここからアプリを探してみてください。まあ、今回フォントマネージャー出てるんで、フォントマネージャーを押して、そうすると、まあ、こいつが ZIP ファイル回答してくれるんですが、今回 OTF だったんだ。OTF か、まあ、TTF だったら大丈夫かな、多分。で、OTF をこうタップしてもらって、この上のインストール。で、プロファイル許可。で、押したら設定開いてもらう。設定開いてもらって、まあ、プロファイルダウンロードされましたとか出てくるから、まあ、押して、インストールで、まあ、パスワードを入れると。インストールで、インストールで完了。そしたら次は、まあ、もう一回設定戻ってもらって A フォント A フォント押してもらって、で A フォントのこの Enable ってところをオンにする。でこのフォントってところを今入れたのが何だっけな、 KF 暇字ってこれか、チェック入れて、で、ここの設定がいっぱいあるんですけど、この設定いじるとなんか、リスプリングの無限ループに入ってすごいだるいので、フォントサイズの調節とかこういうのは何も
いじらないでください。で、ウェブキットは、これあれかな、多分サファリ開いた時にサファリのフォントも変えちゃうよみたいなやつなんですけど、多分これもいじんなくていいです。これ、なんか多分サファリ重くなるかな、わかんないけど。まあリストをスプリングボードしてもらって、まあうまくいけば、お、うまくいった。うまくいけばこれでもう、変わってるはず。本当が。おー、可愛くなった。まあこんな感じで簡単に本当を変えることができます。で、まあ、本当めちゃくちゃ凝ったフォントとかは使わない方がいいです。あと漢字に対応してるフォントかどうかを確認してダウンロードした方がいいです。まあもし日本語メインじゃなくてもう英語しか使わないよって人だったらもう英語のかっこいいフォントを入れればいいと思うんですけど、まあ、あとは、まあ、さっきも言った通り基本的に設定は何もいじらない方が今はいいです。まあ修正が来たらいいと思いますけど、とりあえずこの間やってみた限りだと大変なことになったので、まあ、とりあえずは今やった手順でやるのが一番いいかなと思います。では、これで。